はい、フックキーパーシリーズですね。これちょっとね、自分でもねよく使うタイプの、フックキーパーなんですけども、じゃあね早速開けていきたいと思いますよ。色はね4色ぐらいまずは展開されるようですが、はい、こんな感じのフックキーパーなんですが、なんとここにこんなパーツが隠されております。いやー細かい仕事ですねこれ。あーでもこれ超便利かもしんないねえ。あーこれすごいな。早速ねよくね使う、スピニングタックルですね、これにつけてみようと思うんですけども、自分的にはこうなるんだな、こういう感じで、でこの付属のゴムを付属のゴムをパッチン、はい、これでねついたんですけども、これね、あのね形状的にはジーニアスプロジェクトのあのベイトフックキーパーとかを使ってすごい実感しているあの使い方に対応するんじゃないかなっていうことで、これこうつけるじゃないですか。でちょっと分かりやすいように太めのフックで準備してますけど、結構ね冬場結構ねそのリグをこうリグっていくじゃないですか、ね、で薄皮差しにして、まあ、こういう感じで、セットした時にこの感じであればねこうかけれるんですよね、うん、わかりますか。あ、ほんとシンプルな形状なんです。こういう感じなんでこうかけれる。だからワームの姿勢をですね崩しづらいんですよね。普段だとなんというかガイドとかにかける時って、ここのせっかく綺麗にリグしたところをこう外して、例えばこういうとこにかけて置いたりね、こういうとこにこんな風にかけたりこうなるわけなんですけど、これね釣りどんどんテンポよくやっていきたい時にまたこう綺麗にこうねこうセットして、でただ根がかり防止するためにこの薄皮差ししてバランス出して、はいキャストっていう感じになるんですけども、これであればこれでスッてやってそのまんまキャストに移行できるんじゃないかなっていうことで、でこれがダブルロックシステムって書いてありますけども、移動する時とかはこれでさらにこうすることによってなんかずれづらくなるよっていうことなんですけど、こうダブルロックシステムで、ではい釣り場につきま、結構これがあと移動の時にプランプラン外れたりするとすごい邪魔くさいじゃないですか。だからこんな細かい部材なんですけども、こういうダブルロックシステムがついていてプラプラしづらいね。これによって、便利にライトリグの釣りとかがよりできるようになるんじゃないかなっていうね、そういう、あ、これダウンショット竿に組んでおこうね。これなんかダウンショットで使う竿なんですけど、あとですね、ちょっと、これはリグスベルなんでそういう使い方普段しないんですけども、例えばはいこういう感じでダウンショットリグがあったとします。でこの形状であればこの重りの所在地って結構かけるとこないですよね。リールのこういうとこにかけたりまあなんだり、あとは、結構プランプランしてこう竿にカン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 ぶつかったりして、そんで今のねシンカーって大概タングステンなんだからブランクに傷入れちゃうんですけど、ここ固定したい時にこれであればこうスッ、あいいっすねいいっすね、でロック、あいいっすね、あいいんじゃないですか。
まあこれちょっと重めの重りですけど 2.7g とかの重り使うことが多いんですけど、よし移動しよう、すっこれで移動できちゃうっていうのいいんじゃないですか。でちょっとあのボートとかで走るよとか歩いて、少し長距離移動するよって時はこのダブルロックをしておけばね、固定もできるし、そうっすね、この新しいフックキーパーはなんだ、ライトリグとかをやる人にはちょっととんでもない使い心地いい商品になるんじゃないですか。ほんと便利なものがどんどん増えてくな。うん、この感じなんで、だからジニアスプロジェクトのベイトフックキーパーも似たような感じでね、ほんとプランプランさせづらいっていうのでよくね使うし、あと、こういうワームの性を崩さないで、リグを運びたいって時もこういう掛け方ってほんとね、一度この便利さを覚えちゃうとね、なかなかないと困った感じになっちゃうんですけど、そういう感じでね、非常にいい。はい、改めて見ていきますけども、これがね新しいスタンダードになるかもしれないですね。ライトリグなんかに非常に便利な、でこういう感じでダブルロック機構の搭載されたフックキーパー、いやこれはいいな。これも2021年から、新登場っていうことで、ぜひもんでですね、ちょっともうどうなんですかね、店頭に並び出したりしてるんですかね。細かいパーツなんで、釣り具屋さんのちょっと小物便利グッズコーナーとかのぞくとね、こういうのいろいろ置いてあるんですけど、これはちょっとこれから冬の時期ね、本当2020から2021年の、来年のね、まあ、3月ぐらいまではもうどうにもやっぱり1匹釣りたいっていう時はね、ライトリグの出番になってくるので、そんな時にこれはたまんないんじゃないんですか。はい、というわけで、ここら辺がですね、4色展開みたいですね。今ね、キンキラキン開けましたけど、あと銀色と黒色と赤色っていうことで、こっちもそうですね、これはね、黒色ですね。こういうちょっと、まあ、黒いブランクの竿ってねいっぱいありますからね、そんな時はこういうシックな黒色で、まとめたり、あとはワンポイント的にね、ちょっとっていう感じであればこの金色とか銀色とか、あとは赤色なんかは映える色なんじゃないかな、なんていうふうに思います。あーねー、開放型フックを採用しているよっていうことで、オフセットフックやダウンショットリグをよりかけやすくするために開放型のステンレスフックを採用し、オフセットフックの針先をワームから引き抜かずにワームキーパーへ簡単にかけることができますというところですね。あとキャスト時にラインが絡みづらいフラットボディということで、折りたたみ時の前後をできるだけ低く設計するために180度の開閉構造を採用しましたということで、従来品よりも折りたたみ時の前後が低いため、釣りの最中の糸絡みを減少することができますということで、あとはフック、あとはゴムリングのね、装着方法とか、あとは大小の、ゴムリングで最小、5ミリの、竿の直径のものにもつけられるよっていうことですね。いやーこれはね便利だな。まあ、従来のこのフックキーパーはよく使っていたのでね、これすごいな。マルチフックキーパーって名前みたいですね。これはねちょっとライトリグ用の竿に早速持って、装着して使っていきたいと思います。あとはね、このシンプルで使いやすい形のこんな感じの、フックキーパーね、これはね、カラー展開っていうことでいいみたいですね。うん、これはねニューカラーっていうことですね。従来あるののニューカラーが出てくるよっていうことですね。というわけで、いろいろ並べてみて、あとリグってみたりしましたけど、どうですかもうこれねえ、2021年ね、本当まあちょっとコロナ禍にあってね、なかなかっていう状況かなと思ったら、今空前のね、そんなに密にならないっていう趣味っていうことで釣りが大ブームになってきているね。それでその
とんでもなくね、便利な小物とかもね、続々とこうやって、開発されたものが出てきておりますので、今回はね、送っていただいたんで、YouTube チャンネルっていうことでね、動画で、紹介してみましたが、あとはね、実際に釣り場の方でね、あ、やっぱこれいいわとかね、実際の使い心地のところなんかをレビューしていければな、なんていうふうに考えております。というわけで、ちょっと机の上、ごちゃっぺになってしまいましたが、こういうね、いろんな重りが置いてあったりしますけども、まとめますと、このリグスベルが3種類と、あとはマルチフックキーパーですね、こういったところが新しく登場するよっていうところと、あとはね、従来のものの、カラーがちょっと違うバージョンのものですね、こういったものも、続々と登場してくるよっていうことで、富士っていっぱい富士がありますけども、2021年もね、楽しい釣りが展開できるんじゃないかなということで、はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、富士工業からですね、2020から2021年にかけての、気になるですね、便利グッズ、これが、いろいろと送られてきて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。